皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカーやっていきたいと思います。頑張るべき。まずこちら、初心者でもできる60秒スピードラン、カズくんさんという方のコースですね。初心者でもできるという割には193分の1、まだ1回しかクリアされていない 0.51% ですね。大丈夫かな。本当に初心者でもできるんですか。これランキングとても難しいなんですけどね。頑張るべき。初心者でもできるとなるとやっぱり通過難しいぐらいには入っていってもらいたいところなんですけど、そんなこと期待したね。さて上、ああ2周行けっていうことですね。はいはいはい、これでいいのかな。はい、かなり時間かかっちゃってるけど、まあ1周目なんでね。ああはいはいはい、最初からやり直した方が良くないですか。123、これ難しいな。一方通行で引っかかっちゃう感じが。クリボーがなくなってましたからね。はい、これでいいのかな。とりあえず下来てみました。今回はね、やり方もいろいろと変えてみないとやっぱり進化しないんで。123、今回はちょっとクルーン入れてみました。今タイミングが微妙だったんでね。あと38秒で、はい、ほいほいで、あーやばいやばい、今のはボンミスですね。どっちから行った方が早いかな。左から壁キックしようかな。でまたここに戻ってくるんでしょうね。ここが意外と難しい。ドッスン上の方が詰まりそうだから上から行っておきますか。というわけで、はい、お邪魔いたしません。ここが難しいですね、タイミングね。クルーン入れないとちょっと怖い。はい、土管にお邪魔します。残り38秒からの、超えて超えて、はいはいはい、で1、2、3で、うわーなんだこれ。あ、なんか一発で超えられちゃった、よくわかんないけど。あと28秒、あやられた。これはなんだ、普通はスコアすんなりいけるようにしておいてくださいよ。それじゃないですよ。え、それじゃ甘すぎるって。下かどっちとったかちょっと忘れちゃった。はい、お邪魔します。あと赤扉に入れば終わりかな。だったら多分間に合うと思うんだけど。はい、お邪魔いたしますよ。もうゴールでしょ。いやいやいや、まだあんの。どっちどっち、上、あと1秒。あーダッシュで行ければ間に合ったかもしれない。トゲの配置が普通の三段ジャンプとはちょっと違うんですよね、あそこ。もしかしたらいけるのかもしれないけど、タイミングがシビアなんでね。安全第一で行っておきましょう。この先のバネの隙間を通るのが結構大変ですね。今度は言わなかったぞ、お邪魔しますって。だからどうしたってね。趣味の差、はい、くるん、これで土管だったかな。はいはいはい、あ、でも38秒か。この辺を急がないと厳しいですね。はい、で、なんかよくわかんないけど上から行けば一発で行けたような気がする。 0.29 秒、これやめてくださいよ先生。はいはいはい、今度こそ決めてやる。もう道は覚えたし、今度下、よし。で、どうするんだっけ。はい、あーちょっと今タイムロスした。12秒、間に合うか。はい、お邪魔します。9秒、さっきより早いのかな。今度はでもルート分かってる分さっきよりは強いですよね。4、3、2、 OK。 なんとかゴールできたですね。最後は無駄な壁キックスピンジャンプやっちゃっても間に合いましたね。はい、これで2人目のクリア者になりましたね。初心者でもできる60秒スピードラン、まあ確かに仕掛け的には簡単ですね。ただとても難しいに入っているので、そこはお察しです。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。次はこちらのコースと遊んでいきたいと思います。国内いいねランキング難しいの第1位、クモの糸4、まさかちんさんのコースですね。クリア率 3% です。蜘蛛の糸といえば芥川龍之介ですよ。あれ、太宰だっけ。芥川だよね。芥川龍之介ですね。あの一本の糸を求めてみんなが捕
捕まってしまったために落ちてしまうっていうね。そしてどうすればいいのさ、どうすればいいのさ。はいはいはい、え、どうすればいいの、え、本当にわかんない、やばい。これ下に行くのか、もしかして上じゃなくて。逆転の発想ですね。下？下？うん、下何にもないよね。下は何にもないと思う。こうか。それだけ。お、伸びてきた伸びてきた。そうだよねそうだよね。芥川龍之介の蜘蛛の糸ですもんね。こうだろうと思ったんですよ。まあ、よっしゃ。ああ、よかった、蜘蛛の糸読んでて。あんまり関係なかった気もするですけどね。一本の糸を、みんなでね、仲良く登っていかないといけません。蜘蛛の糸4。まさかっちんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。多分時間まだ余ると思うんで、あと1コースぐらいやっていきましょうかね。そんなわけで、そんなわけで次は先ほど1位のコースの1つ下、2位のコース、もふもふさんという方、バックン式飛行要塞、こちら遊んでいきたいと思います。クリア率 2.42%、 結構難しいコースですね。もふもふにされてやりますよ、もふさん。もふ、怖い響きです。はいはいはい、あーやだ、これくるくるランチ、くるくるランチ嫌い。はいはい、くるくるランチやだ。だからモフさん、次、おお、こっち、はいはいはい、ここはいいんだって。だからここはどっちに行けばいいんですかね。これ上行きたいけど、上行くのタイミング的に超渋いじゃないですか。え、上なんもないよね。なんもなさそうだけどな。ああ、あれ出てくる方向を表してるだけか。じゃあ次は右上のやつから出てきてる間に行く。ほっ、でこれはこの隙にする。ああ、やばい。あ、ゴリ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 、はい、ゴリゴリは正義でっていう、これ連れてけってことでしょ。マウント、はいはいはい、あれはでっていうでタイミングを調整して乗り継いでいけっていうことですね。そういうことみたいですね。はい、大丈夫、くるくるランチで鍛えた私にとっては難しくもなんともない。あれ、あのコース諦めてませんできたか。こんなところでモフが役に立つ、あんまり嬉しくないけど。はい、くるくるランチにも負けない難しさですね。だからクリアしてないですよ。さすが 2.4% ぐらいでしたっけ。もう忘れちゃった。あの土管の高さがもう一マス高いとね、簡単なんですけどね。兄ちゃん、そろそろ進まないと動画的にヤバいですよ。3度目の挑戦ですね。これでなんとか決めてやりたいですけど。はい、焦りすぎちゃダメだ、わかった。はい、わかりました、 OK です。それはフラグですか。やばい、今のちょっとあざとすぎましたかね。はい、 OK、 わかりました。次でいきますよ。完全にパクってますね。やばいやばい、あれ難しいな、分かってませんでした。フラグ回収早いですね。昨日のコースでカカシさんからの挑戦状をクリアさせていただいたと思うんですけどね。そこでも何回か使っちゃいましてね。 OK、 分かりました。あれ響きがいいですよね。これでいいのかな。怖いよ、これどうすんの。怖
うえこうか。これでいい？なんかちょっと違う気もするけど、まあいいや。はい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 、次のやつ。はーい、ゴールできました。今上に鍵付きの扉見えませんでした？気のせいですよ。いや、気のせいですね。何にもないですね。はい、何にもなかった。というわけで無事にゴールさせていただきました。バックン式飛行要塞パイプフライングフォートリーズフォートレス、2分48秒。モフモフさんですね。モフモフにされてやりました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今日はこの辺りで終わりにさせていただきたいと思います。また次の動画もぜひ遊びに来てください。次回はあなたのコースにくるくるくる。またよろでち。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。